もてっちゃんです。今回は近鉄の新型特急電車の火の鳥に乗ってきた時の動画をご覧いただこうかなと思います。今回は、大阪の鶴橋駅から近鉄名古屋駅までの往復乗ってきたので、その時の、乗り鉄動画をご覧いただこうかなと思います。それではどうぞ。はい、ということでね、この動画が川内山本駅の周辺なんですけども、動画を回しているとこちらの、島風にすれ違うことができたんですよ。たまたまね、動画を回していたのでびっくりしました。あ、島風やーっていう感じで、ね、ちょっとテンションがめっちゃ上がりました。で、今度ね、機会があったら、島風の方も乗ってみたいなって思ってます。こちらのね、高安駅にはの留置線にはアバンライナーがね、留置されていました。お出口は左側です。扉にご注意ください。はい、ということで、大阪を出て、初めての停車駅大和八木駅に到着しました。こちらがね、自分が乗った火の鳥では、唯一奈良県に泊まる駅でした。この電車は名古屋行き特急火の鳥自由列車です。次は津です。踊り間違いのないようご注意ください。 This is the 近鉄 Limited Express 火の鳥 Number 10 Bound for 名古屋。 The next stop is 津 Station numberE39。 取り消しますと、2まで止まりません。ご注意ください。発車いたします。お待たせしました。近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急火の鳥自由列車です。途中のね、車窓はこういう風な田園風景が広がっていて、めちゃくちゃのどかな感じでした。お客様にお願いいたします。読み終わった新聞や空き缶は駅のゴミ箱にお入れください。ここの津駅手前でもね、アバンライナーとすれ違うことができました。あ、めっちゃラッキーやなと思った。ということで、三重県の停車駅津駅に到着しました。
名古屋行き特急ひのとり10列車です。次は名古屋です。戻り間違いのないようご注意ください。 This is the Kintetsu Limited Express Hinotori No. 10 bound for Nagoya. The next stop is Nagoya. Station number E1.近鉄自体ね、この火の鳥乗った時が初めてね、近鉄の車両に乗ったので、普通列車を見るだけでもめちゃくちゃねワクワクしましたね。うわこれが近鉄なんやみたいな。今まで近鉄ってツイッターとかインスタの写真でしか見たことなかったから、わすげえみたいな、生で見てめっちゃワクワクしましたね。動画撮ってる時はね気づかなかったんですけど、今矢印してるところらへんにね伊勢鉄道の車両がありましたね。まあ、今度伊勢鉄道にも乗りたいなとか思いながら編集しました。この後のね動画に上がるんですけども、鉄印の旅動画も、上げる予定なので、そうなんだろう、後にね、鉄印の旅伊勢鉄道編もね撮りに行きたいなと思っているので、そちらの方もぜひ楽しみに待っていてください。こちらのね、桑名駅はですね通過駅なんですけども、 JR 線が乗り入れていて、こちらで JR 東海の車両をね見ることができてめちゃくちゃワクワクしました。橋をね渡り終わると、約10分ぐらいかな、終点の名古屋駅に到着します。ちなみに僕はですね、車でも名古屋に来たことあるんですけども、この川橋を渡り終わると、あ名古屋に来たんだなってめちゃくちゃね感じます。はい、ということで、終点近鉄名古屋駅に到着しました。あっという間のね2時間弱の乗り鉄の旅でした。席もね、グリーン席並みのねいい席だったのですごい快適でした。いやーまた乗りたいな。
名古屋にね着いたんですけども、滞在時間が1時間ぐらいしかなかったので、駅前と駅中を散策しました。名古屋はね、なんだろう、大阪よりもすごい都会感があってめちゃくちゃいい場所でした。でね、このアンパン屋とかピオリンっていうねお店に行きました。アンパン屋ではね商品買うことできたんですけど、ピオリンっていうお店ではね売り切れてて買うことができなかったです。で帰りはね、こちらの行きはレギュラーシートでだったんですけども、帰りはプレミアムシートで買えることにしました。でね、こちらの、味噌カツサンドを買って、帰りは優雅に帰りました。でこちらがねさっきのアンパン屋のアンパンになります。で帰り、今から帰るんですけども、車内が白を基調したトイレでめちゃくちゃ清潔感がいいトイレで、ロッカーもね広めなコインロッカーがあったり、あとは、ちょっとしたねお菓子が売ってたり、コーヒーとかもね、販売してました。でここから、プレミアムシートのところになります。3列シートでねすごいゆったりとある席の配列になってました。めちゃくちゃ豪華ですよね。なんか北陸新幹線のグランクラスっぽい席だなって思いました。それではね、折り返し名古屋駅から、鶴橋駅まで帰っていこうと思います。名古屋バイバイ。ということで、帰りの車窓をご覧いただきながらこの動画を締めていこうかなと思います。皆さん、近鉄特急ひのとりの乗り鉄動画はいかがだったでしょうか。個人的にはね、近鉄の車両に乗ること自体初めてだったので、とてもワクワクしてめっちゃ楽しかったです。またね、個人的に、近鉄には乗りに行きたいなと思ってます。普通列車の、乗り鉄の旅とか、また観光列車のね青のシンフォニーっていう観光列車があるんですけど、それにねぜひ乗りたいなって思ってるので、またコロナが落ち着き次第また乗り鉄の旅してみたいなと思いました。それではね、この動画が良かったよっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。